目先のことにとらわれずに10年後の自分の将来像を描いてください。その将来像を実現するために自分だけの独自な道を選択してほしいと思います。規制の枠やステレオタイプにとらわれないで幅広い、長い目で見て自分でよく考えて新しいことにチャレンジしてほしいと思います。